例えば君がいるだけで心強くなれる。何より大切なものを気づかせてくれたね。ありがちな罠につい引き込まれ、思いもよらない悔しい涙よ。自分の弱さも知らない偶然、強がりの汽車を走らせていた。巡り合った時の横に神戸大学アカペラサークルガーナガーナ所属、アラレです。よろしくお願いします。はい、1曲目にお送りしたのはですね、金沢アカペラコンクールの課題曲だった君がいるだけで、米米クラブさんの君がいるだけでという曲でしたが、はい、僕たちは、こういう邦楽をアレンジして歌っているバンドでございます。はい、よろしくお願いします。今ちょっと話にも出ました金沢アカペラコンクールなんですけども、はい、まあ、ちょっと私たちごとで恐縮なんですが、ありがたいことにですね、そちらの方でこれで金賞と、こちらの池田美幸ですね、がこれではですか、みっちょがですね、はい、個人賞でベストボーカル賞をいただくことができました。ありがとうございます。
それでですね、まあ、金賞いただいたということで、明日のファイナルステージですね、はい、の方に、出場することが、はい、決まっておりますので、はい、もしよかったらですね、また多分お手元のパンフレットなどにも、詳細が書かれていると思うので、はい、そちらの方で確認していただいて、まあ、もしよければ、はい、見に来ていただければなというふうに思います、はい。時間帯もね、これぐらいかな、ちょうど今ぐらいに始まったり、うん、そうですね、もっと多分、まあ、一昨年行ったんですけど、もっと暗くなって雰囲気良くなってみたいな、広い芝生の場所でお客さんも見れていい場所だなと、多分涼しくなるんでね、そうですね、はい、なると思うんで、ぜひぜひいらしてください、はい、で、またね、来られない方っていうかいらっしゃってもですね、もしよかったらツイッターとかも、うん、僕らやってますんで、そちらの方もですね、これからのライブ情報とか、どんどん上げていきますんで、もしよければ、はい、まあ、関西のライブが多いんですけども、確認していただければなというふうに思います、はい、まあ、YouTube にも動画なんか上げたりね、そうですね、見ていただけると嬉しいです、これからも随時上げていきたいと思います、ね、はい、はいはい、それで、早速次の曲、まあ、最後の曲に行かせていただきたいと思うんですけども、はい、まあ、あいにくの曇り空なんですけど、次の曲は飛行機雲という曲です。スタジオジブリの風立ちぬという映画ですね、その主題歌で、新井由美さんの曲になっております。まあ、天気は曇り空なんですけど、まあ、皆さんの心の中ですね、曇り空ちゃうわ飛行機雲を想像しながら聴いていただければというふうに思います。はい、では行きますか。あまりにも若すぎたと。